特集ですテーマはこちら2040年電源構成需要増と脱炭素の共存探るですゲストをご紹介しますエネルギー戦略や地球環境問題に詳しい日本経済新聞コメンテーターの松尾博文さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さて、今日開催の GX 実行会議で、岸田総理が、国のエネルギー戦略の基本方針となるエネルギー基本計画の見直しを指示し、あさって十五日から審議会で議論が始まる見込みです。今回の見直しでは、脱炭素と安定供給への方向性が話し合われ、二千四十年の電源構成の目標が定められます。 2050年の温暖化ガス排出実質ゼロ達成のための重要な目標設定となります。さて、松尾さんあの従来人口減少に伴って電力需要は減ると考えられてきた中でここ数年 AI であったりその半導体などのデジタル経済の進展で電力需要というのが増加に転じると見られています。そののの背景といいいううはは何なんででしょうかか、はいえー、これからの社会をですね変ええていく可能性がある例えばチャット GPT この1回の回答にはですね Google の検索の10倍の電気を必要とするとされています、はい、その他にもですね半導体高性能半導体やデータセンターといったですね情報処理量の増大に伴う電力がですね需要を大きく押し上げるとされています。これまでのですねエネルギー戦略というのは基本、電力の需要そのものが小さくなっていく。 減っていくということととを前,体前提とししてて作られてきましたところがこれが増えるとなるとですねその同じ割合、各電源の割合を同じ割合を確保するためにはですね量としてはどんどんと大きくなっていく、まあ、ハードルが高くなっていくわけですね。ね そうなると戦略も見直していかなきゃいけないとなってくるでしょうか。ではそういったことを踏まえまして、2022年の現状の電源構成と現在のエネルギー基本計画で定められた2030年の目標を見ていきたいと思います。例えばですね、再生可能エネルギー現状はおよそ2割ですが、それが2030年の目標ではおよそ4割に。 原子力も割合では4倍に増やす計画ですただ火力の割合というのも2030年の目標でまだ半分弱残っているという状況なんですよねこの現状の目標を踏まえまして松尾さんはその実現の可能性ですねどう見ますかはいあと6年という時間を考えますとですね再生可能エネルギーを2倍に増やすさらにはですね原子力も 再稼働を進めるということがですねなかなか難しい中でこの数字を確保していくというのは極めて難しい状況にあると言わざるを得ません一方でですね電力の需要というものが増えていくとなるとですねますます逼迫というものが起こりうるそのためには短期的には火力発電に頼らざるを得ないというのが実情なんだと思います。 その火力発電についてですが先月末に開催されました G7 気候・エネルギー・環境省会合は温暖,が温暖化ガス削減対策を行っていない石炭火力発電の段階的な廃止で合意しました。 今後の火力発電の在り方、どうう考えたらいいでしょうか、はい、やっぱり打開としてはです、ね、使いながら二酸化炭素、温暖化ガスを減らしていく、すなわち脱炭素火力というものをです、ね、使っていくことになるんだと思います。1つはです、ね、石炭にアンモニアを混ぜる、もしくはガスにです、ね、水素を混ぜるといったです、ね、手段によってその二酸化炭素の排出量を減らしていく、いわゆる脱炭素燃料。 もう一つは、ね、CCS というんですけれども発電所から出る二酸化炭素を回収してそれを地中等に、えー、所有するとこういわばこうした技術を使うことで既存の設備を、まあ、使っていって当面の需要に増に対応していくということになるんだと思います。うん 松尾さんこの2050年のですねカーボンニュートラルを考えますとやはりこの再生可能エネルギーをどんどん伸ばしていかないといけないと必要なことは何ですかそうなんですねまず何はともあれ敵地を掘り起こすまあ太陽光発電のですね意外と思われるかもしれませんが国土に占める設置割合というのはですね実は主要国の中でも日本は最大級なんですねまあそれはすなわちなかなかこれから敵地というのは限られてくるということでもあるんですが広い 海洋上です、ね、洋上の発電さらにはですね、工作が放棄された農地さらにはペロブスカイトというですね、折り曲げることができる太陽光発電パネルこうしたものを使ったビルの壁こういったものを使っていくということが必要になっていくんだと思います。